ゆっこがさ、まあ、今回競技みたいな感じでやりたいって言って話したら LINE が来てね、素振りして当たったらどうなのかなみたいな、いやダメでしょっつって1打でしょって言ってさっき話に押したんだけどなんだっけ、お友達が言ってて、なんか私がパターで素振りして当たっちゃって、あっつって、やっばーって言ったら、え、それ戻していいんだよ、え、ルールで OK だからっていう、え、そうなのって、さっきゆきりんが調べたら、なんだっけ、風でとか、物が当たってとかだったら戻していいよと、他の人のなんかがなっちゃったらいいんだよね、でも本人が素振りで当てたら多分ダメよね、1ペナ、普通に、まあ、1だとしてね、1だ、ですで、ロスト、ロストボールは5分から3分、3分に探すのがね、3分、そうそうそう、短くなって、そうなんだ、来ましたですね、そう、で3分以内ロストしたらまだある、1打罰かな、打ってか3分以上探しても見つからない、あ、見つからないボールをロストボールと言います、ロストボールの場合は直前に打った場所から近い場所にボールをドロップして1打罰、ってことは普通打ち直しってこと、そうだ ね、戻るんだ、戻る、打った場所から近い場所にボールをドロップしてって、ああ、そういうこと、じゃあ戻って1打罰ってことか、そう、いや1打目のティーショットがロストボールだった場合は3打目として打ち直し、普通にね戻るんだ、戻るんだ、じゃあっつってね、前から打ったらじゃあ2打罰かな、か前から打っちゃいけないのか、 OB だったら2打罰の横から打てるじゃんね、あ、4打目、あれ暫定球打つときにちゃんと宣言しなきゃいけないって、あ、暫定球打ちますって、そうそうそう、マジ忘れちゃいそう、へえ面白い、なるべくミスしないようにするしかないよね、カート道に行かないようにとか池に入れないようにとか、なるべく、そうなんだ、3分も探していいんですね、30秒ぐらいでいつも諦めてた、ないわ、はい、ないしと思って、なんか後ろいるしみたいな、そうそう、行きますか、はい、すごい、ナイスショー、ありがとうございます、今すごい良かった気がする、めっちゃいい、完璧、めっちゃいい、進んでる、ナイス、ナイス、今めっちゃ良かった、5番ウッドです、はい、完璧、めちゃめちゃ綺麗ですよね、そしてスイングとかも、わー嬉しい、めっちゃ飛んでるありがとうございます、え、ここでいいの、ここギリギリでってことでしょ、打てるところ、ここにマーク、で、こっからワンクラブ、お、出た、で、で、こ、そしたらピックしていいのかな、ここでね、で、ここでしょ、はい、完璧ですT2 本必要なんですね、そうだね、2個必要になるね、うん、5番ウッドで多分池届かないと思うんだよね、
でもちょっと左目に打とうかな。エリアがありました。ワンペラです。あ、そっち。左行っちゃった。OK、OK、OK。OK、OK、OK。とりあえず OK。いい。いい感じ。狭いところを頑張れ。ナイスすごいピッチング雷鳴ってる。ナイス。あ、オッケー。入れちゃいます。はい、入れ。うわー、惜しい。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 オッケー。パーです。うん。ナイスパー。帰っておいで。はい、ご飯も食べて。はい、ご飯食べて。はい、後半やっていきたいと思います。はい。前半は？私が前半48。48、47、42です。はい。後半もね、うん、まあ引き続きルールの確認しながらやっていきたいと思います。はい。はい。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。チーピンしない。ボール方向。入った。微妙だけど、入った。コーヒーもあっとこ。うん。もうちょうだい。ラフ屋だよ。入った。おお、何でしょう。戻ってる。ナイス。ご飯お願いします。ナイスショー。オッケーオッケー、パッと。オッケー。完璧。いた。8番です。はい。おー、嬉しい。すごい、めっちゃ綺麗。よっしゃ、私も8番で行きます。お、ちょっと捕まってて、あ、平気、バンカー、右。あー、キックで終わり。よし
私も110個ぐらいかな。そうだね。8番アイアン。いや届かないかもしれない。あ届いた。危ないギリギリです。重かった。56度。やばい。やばい。セーフ。セーフ。持っていけ。だーセッションが。あ、どうしよう。あ、今これに当たった、ね、足りなかったってこと？はい。打った瞬間に。はい。分かってしまった。いただけちゃう系ですか。はい、ありがとうございます。まあ、試合の時はね、ないけどね。もっともっと。おらららら。おらららら。オッケー。やべ、素で取れちゃった。めちゃめちゃ強く取れちゃった。これ終わんないよ。あー負けすいません、ありがとうございます。くー今回、はい、私が参加する、うん、アマチュアゴルフワールドカップ、はい、うん、なんですけど、うん、どういったものかというとですね、ハンデ戦だよね。そう、うん、ハンデ戦なんですけど、うん、あの世界26カ国の予選を勝ち抜いた代表選手が一堂に会す世界大会です、うんはい、で24カ国計48名が代表選手として、うんうん、まあ、ハンデ戦をして、うん、やる大会、アマチュアの頂点を決める大会だそうです、はいはい、うん、はい、で、決勝が日本じゃなくて、まあ、世界でやってるっていうのもあって、うん、今回はヘリテージリゾートモーリシャス。モーリシャスってどこ？それな、モーリシャス検索してみて、Google マップでモーリシャスです。多分、ちょっとなんか下っぽいね、うん、インド洋。おインド洋モーリシャス。めっちゃ綺麗そうじゃん。ね、うん、いいね。すごいよね。決勝は来年2021年の6月21日から26日。あ、じゃ結構先だね。そう、うんうん、なるほど。で、うん、その予選に出るんですけど、うんうん、関東だと9月27日と10月2日にあって、うんうんうん、私は10月2日の方にあのハンデをね、ゴーラで取ってから参加します。鶴舞だよね。鶴舞です。どっちが西東？いや、そこまで見てないな。うん、ゆっこは前どうだったの？鶴舞で、うん、私鶴舞でそもそもヒューズ切ったことなかったの。あ、難しいって言ったっけ。そう、しかもそれちょっと雨降って、うん、でも確か92とか3年私は頑張った方がいいよ。うんうんうん、そうそう。でも、通らんかった。そうなんだ。結構上手い人が参加してるのかな。まあ、ハンデ戦だから、うん、なんだろう、私も自分のハンデでもちろん出したんだけど、うん、自分のハンデで、確か私が13とか4とかそのままだったのかな。うん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 、なんか、ギリ A チームみたいな感じだったの、確か。あー、そうなんだ。そうそう、確かなんかね、A と B に分かれてて、うん、A が、うん、ハンデ15万未満だよね。うんうんうん、15万未満マンって何？マンどっから来たの？どっから来たの？やばい、お金のことばっかり言ってる。15未満、うん、ハンデ15未満で、カテゴリー B が15以上。そうだよね。だから
A に入っちゃうとね。そうちょっとね、上手い人だらけのとこあったからさ。確かに確かに。で A と B から出てくらしいんで。そうそうそう。うん、確かに B で入れた方が可能性は高いよね。うん、そう。まあでも10はどう考えても A だけどな。15は切っちゃうよねきっとね。全然いける全然いける。うん確かに。まあでもモーリシャス行きたいけどね。行ってほしいね。いやでも決勝もあってのあれこれだから、うん、結構レベル高いと思うんで難しいんじゃないかなと思いますけど、うんうん、チャレンジだからチャレンジ。そうそうそう競技にねチャレンジするっていうね、うん、ということで私も出るので、うん、皆さん興味ある人は多分今からだとハンデを取ったら10月2日のしか出れないと思うので、ハンデ持ってる人だったら9月のも出れると思うんですけど、うん、ゴーラで5ラウンドスコア提出すると、翌月の1日に発行されてる、うん、10月2日のに出れますので、皆さんももしお時間ある方いらっしゃいましたら、ぜひ参加してみてください。あとね、リンゴルオープンの第1回、第2回の優勝者は、その、決勝に行けるっていうコラボってるの。そうコラボっててね、そう上位2位だから、うん、船橋カントリー2人、うんうん、太平洋クラブ市原コース2位の人、うん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 、4人はね決勝に出場できるみたいなので、お、はい、こちらからでもチャンスがあるという感じです。ぜひ皆さん参加してください。はい、モーリシャス。モーリシャス